ーストチャレンジャー篠田麻里子、スーパーモデル顔負けのパーフェクトスタイル、麻里子様はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ、今回篠田麻里子が選んだのはミニスカサンタのコスプレです。赤い服と赤いスカートは子供から大人までみんなをワクワクさせてくれることでしょう。キュートなサンタがあなたの街にやってきた。萌えイズカミングトライ。それでは萌えタイムスタート。じゃーん、驚いた？チキンとケーキ買ってきたんだ、一緒に食べよう。座って座って。今日お仕事見つかった？そっか、今不景気だもんね。インドカップルって設定ね。もうそんな暗い顔しないの。今日はクリスマスだよ、うん、大丈夫。私があなたのお仕事をサンタさんにお願いしてプレゼントしてもらうから。わなんで謝るの？私へのクリスマスプレゼントがないって？何言ってんの？もうもらってるよ。あなたと二人っきりの時間。それじゃあ私からもクリスマスプレゼントね。これはなんと？やばい。親父ついてるよ。え？わ！スカートもいったよ。今日は私がプレゼント。大事にしないと。全員。サンタの国に帰っちゃうぞ。そりゃ萌えだよ、これは。お前恥ずかしい。これどうですか、お父さん方。やりましたね、篠田さんね。やりましたと。やりましたね。お父さんの場合もうサンタクロースイズカミングトゥーマイホームですね。俺が先に言うやろ、お前。いやどうでした、お父さん、和人さん。好き。え、好き。さあ、ということで、はいはい、見事オールクリアということで、はい、篠田さんには、叙々苑食事券1万円分ありがとうございます。プレゼントです。ネクストチャレンジャー伊藤のともみ。最近グッド大人っぽくなったともちんはどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。世界の中、さらに映えるボードウェアが可愛さを強調。ゲレンデのヒロインは彼女以外にいるんでしょうか。たとえ雪の中で転んでいても萌えのフリースタイルでは滑り知らずです。それでは萌えタイムスタート。ちょっと先地行き過ぎだよ、私初めてなんだから。一人で降りれなくなっちゃうよ。せっかくのクリスマスなんだから一人ぼっちにしないでよ。雪玉を作って、えい、お、彼氏にぶつけた。やーい、引っかかった。一人ぼっちにしたバースだよ。いやちょっと何すんだよ。えい、えい、きゃ、雪の駆け合いっこしてるね、これ。超えちゃった。かわいい。超えちゃってます。もう一気に二人行ったよ。え？もう一回なんて言わないよ。あと一人よ。いたら。しょうがないな。じゃあちゃんと言うからね。私は世界で一番あなたのことが大好き。自分で行こうかな。
やまびこさんたちも私たちに嫉妬してるんだね。今井さん、可愛いとは思うんですけど、萌えとはちょっと違う。萌えとはちょっと違うね。男の人はスケベだから、ちょっと一肌脱がないと光らないんですかね。そんなことないよ。みんながエロじゃないですよ。京都のお父さん。そうですね。もう一肌二肌。お前もつけねえやないか。さあ、ということで、はい、クリアならずということでございまして。はいはい、あちらに行って男心を勉強してきてください。メリークリスマス、イジリークローズだよ。今回の罰ゲームはイジリーサンタとのクリスマスパーティー。そこに参加する乙女たちには楽しい楽しいパーティーゲームに挑戦してもらう。おはよう。よし。先輩に用つつ。まあまあそんなことはどうでもいいんだよ、はいはい、なんかツイスターゲームだからね。もうあの俺の位置が決まってるから。あ、もう決まってる。でバットの2人、はい、もうトモチン の場所決まってるからちょっと見てごらん。あ、もうこれ決まってるぜ。決まってる。崩れたら負けだからな。はい、じゃあ右足、右足を、黄色、はい、で、左足赤、はい、そうそう。さあそして、さあそして右手青です。右手青、右手青、右手青、そしてそして左手が緑じゃないか。何何何、昨日針打ったばっかりだ。ネクストチャレンジャー、柏木由紀。汚れを知らない清楚系のユキリンはどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。今回柏木が選んだのは聖なるシスターのコスプレです。黒と白だけの衣装はまさに純白の象徴。神様が作り上げた最高の芸術品です。汚れ切った心を洗ってくれるその姿、おお神よ、燃えすぎる私をお許しください。それでは燃えタイムスタート。今日はゴスペル大会に来ていただいてありがとうございました。それでは素敵なクリスマスをお過ごしください。あのすみません、この後少しお時間ありますか。あーごめんなさい、クリスマスですもんね。この後は彼女さんとお過ごしですよね。え、いいんですか。実は私ちょっと懺悔を聞いてほしいんです、うん、実は私シスターという立場にありながら一人の男性に思いを寄せてしまったんです。ほら、おー、ヤンキーつきましたね。はい、そうです、私がお慕いしているのはあなたなのです。おお神よ、この気持ちが止められない私をどうかお許しください。私これからはあなただけにお仕えします。これは、うん、選択ミスかなと思います。あれ京都の親父がついてない。あれ、あれ一応あのお寺の檀家なんですよ。これ分かりますか。これ割り箸。そうです、割り箸ですね。これを、はい、私がこう加えます。はい、そしてこうあぐもこうやります。したらゆきちゃんも割り箸を加えて、えこのあぐもを口で加えてこうやってこうやってこうやって。これはあれですよね、自分がやらなきゃいけないっていうのが一番精神的に辛いですよね。そうだね、なんか先生みたいなこと言うね。あれ何出しちゃった。あ、そっちじゃなかった、間違っちゃった。この爪楊枝のやつ。いいね、リアクションが40代だよ。これやんないでしょ、これやんないでしょ、これやんないでしょ、これもやんないよね。全部古いよあなた。よーい、スタート。ほら、大きい、目を見て、目を見て、目を見て、イジリさんの目を見て。ちょっと待って、先輩にこれは。あの、だいぶ先輩やから。失礼、極まりないぞお前。すいません、すいません。はい、早くやるよ、スタート。